いやーもんだねもんだみん後半戦始まるまでの間にもんだね、うん、もんだねお互いのね <laughs> <laughs> あの確かにそういう売り方は、うん、あの一部の女性視聴者にはウケると思うよウケ、うん、ると思うけどそこを手にする代わりに手放すものがいっぱいあると思う、うん、<laughs> そっちの方が大きいと思う 確かにあ何かを手にするには何かを捨てねばならないということはよく聞きますけどうん、うん、それは得るものの代わりに失うものの代償が非常に大きいと思う。<笑><笑>あ失われていく俺のプライベートが。<laughs> だから今後ね、うん、もしこうもしというか普通に今後出すつもりなんだけど出すつもり何をいや実写の動画ね <laughs>、うん、YouTube とかで。何をね、うん YouTube で実写の動画で何出したら即番だよ <laughs> <laughs> ボロン即番だよ即番ボロンアウト <laughs> 始まりました「怪電波ボロンボロン」じゃねえんだよだから実写の動画をね <うん S 2> 出した時にもねそういう目でしか見られなくなるからそうねランブは特にね <laughs> いや僕は特にというかランランブ 僕は特にというか僕はいわゆるセクシャルマイノリティなのでバイセクシャルなので僕は別にそういう目で見られても一向に構わないところあるんですが君がね私はいやあのさこれさ僕の不満ちょっと無事曲げでいいそれで思い出したんだけどゲイとか。 ってよくさそれをまあ自分からカミングアウトすることは直ではないけど何かしらの形でバレた時に実生活の周りの男性に「うわやばい俺狙われちゃうよ」とか冗談でさ言うやついるじゃんよく。いるじゃん。いや悪いけどゲイとバイにも相手選ぶ権利あっから確かに なんか変なブサイクが言いよったら特になんか思うよねカチンってきちゃうん <laughs> <laughs> いやあのなんかこう偏ったメディアのせいで、うん、男だったら誰でもいいとか思われてるかもしんないけど、うん、相手選ぶ権利あっからっ <laughs> 確かにね少なくとも俺の前にあらそういうふうな対象として現れるのであれば綾野剛以上の見た目で出てこいって思うからね好きよね綾野,綾野剛大好き <laughs> 綾野剛 推しとさ好みのタイプって違ううじゃんん確かに普通の一般的な方でも女性異性見る時でも違うでしょやっぱ推しと好みのタイプってだから僕は推しはよく言ってる片寄涼太とか平野翔とかあと亀梨和也とかその辺なんだけど結構王子様っぽタイプの。なんだけど推しはちょっとこう切れ目のワイルドな。 うん、なるほどね。平野の平野のじゃねえ、綾子混ざっちゃったもういろいろ混ざった綾平野の子。あとあのあの人もなんだっけあの吉彦の勇者吉彦の。山の山田孝之。ああ。あの辺いいね。かっこいいね山田孝之。かっこいいよね。ちょっとワイルドな人がね。うん。あの好みのタイプとしてありますけどワイルドいいね そうなのにヒょロガリのブサイクがやべえ俺狙われちゃうよ、うん、みたいなヒょロガリのブサイクいだ<ら>ー <laughs> 地獄に落ちろー <laughs> <laughs> 確かにね高校生とかありがちよねありがち <laughs> 死んでくれって思う <laughs> いやっていうか、うん、まあこれちょっと真面目な話するけどね<や>このラジオに似合わせん。 そもそもの,そのセクシュアルマイノリティの人がセクシュアルマイノリティであることをカミングアウトしなきゃいけない世の中っていうこと自体が僕間違ってる気がするうんまあ確かにね男が「俺は女が好きだ」って言うようなもんよ、ね、そう <laughs> 当たり前のことをなぜ言わなきゃいけないのかみたいなそれ 法,法律とか、うん、そういうところではやっぱりその法整備がきちんとされてないとかそういうところはあるから、うん、セクシャルマイノリティの方々の、まあ、僕含めセクシャルマイノリティの方々のそういう、うん、なんていうの性的な部分での法整備がまだ整ってないっていうところがあるから、うん、そういう書類上のこところではカミングアウトはの必要があるところはあると思うよ。確かかかににたたただだそそのの何普通にこうやっって君ととと僕みたいなこう友人関係り 職場の中で、うん、なんていうのまあしないならしないで今の世の中でもいいんだけど、うん、そのなんていうのバレた時にリスクのある世の中っていうのああ偏見の目で見られる的なそうそれが僕ね、まあ、すごい間違ってると思うんだよね、うん、だからこう例えばさその家族にもそのなんていうの いつかじゃあもし仮に僕に男性の恋人ができたとして、うん、じゃあそうなったらもう家族にはカミングアウトしなくちゃいけなくなるわけじゃないですかそうねそれをカミングアウトって形じゃなくて普通に恋人ですって紹介できる世の中にならないのが僕おかしいと思うんだよあーなるほどねわかる普通に受け入れてくれない感じよね今やったらそうカミングアウトって形になるじゃん、うん、どうしてもそれが間違ってると思うんだよね、うん、めちゃくちゃすげえ真面目 饒舌 <laughs> <絶> <laughs> 僕もしかしたらさ、うん、変に面白いことよりさ、うん、真面目なことを真面目に話した方が面白い説ない,、うん、い俺もなんかかすかに思い寄ったんよ俺も <laughs> 君意外とさぶっ飛んだこと言ってもさそこそこ面白いけどさ、うん、僕こうどうしても狙って言っちゃうじゃんうん ぶっ飛んだこととかって。そ,ね、そのぶっ飛んびスヌーピーだもんね。偽りサイコパスだから。偽りスヌーピーの。間違えた。<laughs> 混ざった。<laughs> 混ざった。<laughs> だから多分さ、うん、ちょっと思ったのがさ、こう僕らよくさ、うん、このラジオ会でも結構こういう風に喋ってるじゃん、普通に。でよくこう音楽の話とか僕結構真面目に話したりするじゃん。うん、僕面白いこと言ってる時よりそっちの方が結構面白い話してたりするでしょ。 もしかしなくても。うん。で、饒舌やしね。うん、<laughs> よう話す。ううよう。話すはこいつちょう。そういうラジオにする、今度から。<laughs> 真面目なラジオにする。うん、でもいいんじゃない、別に。回電波って名前だよ。<laughs> <laughs> 俺がちゃちゃ入れよけばいいだけやろ。そうそうそう。<laughs> 横からね。横から。すげえ楽な立場。<laughs> わすげえ楽な立場脳死で脳腰でうんちって言ってるだけで、うん、うんちうんちあっしっかそれパイパイ <laughs> それパイ,パイって何よタオパイパイみたいじゃあ試しに来週あたりその感じでやってみる一回うんやってみる急に配信中に打ち合わせ始まったけど <laughs> 確かに急に配信、うん、伏線だよ伏線 伏線か伏線。来週の伏線うん。伏線と言っていいもんなんかあからさますぎてそうださりげなくはんなきゃいけないからそうよ伏線ってさりげなくはんあ今の伏線だね実は日本人じゃないゴリゴリの日本人ゴリ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 日本男児やもんゴリゴリ日本男児ゴッポンゴッポン男児だもんゴッポン 二じゃなくて五、三 <laughs> 足しちゃう。五 <laughs> 本便所。三足しちゃいますね。<laughs> 5 5本だもう俺。いやでもねその真面目なラジオやってもいいんだよ。うん、やっていいんなら。うん、やってもいいんだけど。うん なんていうのああいうラジオって常にリスクがつきまリスクじゃない噛んじゃった初めて聞いたリスクって何リスコがリスコが常にリスコがミラーボールいっぱいお立ち台じゃねえんだよリスクが常にリスクがねリスコが 付きまとってくる付きまと怖いリス化する女の子略してリスコなリスコがずっと後ろから死んだ目でな怖いよ付きまとってくるあのなんだっけ僕がさ好きなさ伊集院光のラジオであのなぞなぞのコーナーがあってなんかある狂ったなぞなぞのコーナーがそれの問題の中でねあの 走っても走っても追いかけてくるものってなんだっつって、まあ、答え影なんだよあ確かに、うん、なんだけど答えがあの血まみれの修道服を着た女怖いよそれちょっと思い出した今 <laughs> めっちゃ怖いよそれ <laughs> ずっと走ってましたぴったり追いついて走ってくる <laughs> 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 すげえもうギラギラの目で <laughs> <laughs> 血まみれを着た修道服の女が <laughs> やだー 神はいます <laughs> <laughs> この世の世終わりよね死を覚悟するね <laughs> いやだからその真面目なね話のラジオをしたらリスクがつきまとうじゃないですかリスクね例えばそのなんていうの、うん、間違った見解のことを話してただ話してしまってたりとかああなるほどね確かに例えば間違った知識のことを話してしまってたりとかそうんうん、その話した時に軽く燃えるリスクがあるん <laughs> うん 特にその過激なことを話していた場合ね,そうねだからあんまりやりたくない <laughs> 真面目な話のラジオうんあと単純に僕の今日が乗らない <laughs> あそうなん？饒舌にはなるけど <laughs> 普通に面白いラジオをしようと思って、うん、ギャグ系のラジオやってる時より饒舌にはなるけどなん <laughs> でだろうねなんだでろう いやこれね、うん、僕今パッと頭の中でいくつかいくつか理由は浮かんだんだけど、うん、これ自分で言ったら全部痛々しくなるから、うん、やめた。<laughs> え何気になる第三者として言ってじゃあ。えっとだから、うん、こう何て言うの僕結構考え込むタイプだから、うん、一つの物事に対して。うん、だかからなんていうのかなこれを日本 ちゃんとした日本語で言うとどうなるのかっていうのがちょっとパッとは出てこないんだけど、うん、なんていうのかな思慮深いっていうのかなわ、うん、かるその深いところまで考えてまとめれるみたいなでうんで一つに絞って考えるのは得意だけど、うん、広くを何浅く考えるのは苦手的な平行思考的なねうんわっとうん、うん、そう だから僕も結構その音楽の趣味でも結構そうじゃない。うん、うんうんうん確かに、ね。広く浅くっていうよりは一点集中で合ってオリスオニその一点集中が僕もありすぎてう広く深くなっちゃってるんだけど。そうなんよ <laughs> えって思った今 <laughs> 広く深くじゃねえもん。お前広く <laughs> 広く深く話しかけたんだけど <laughs>。<laughs> あ,あのー、隕石落としてすげえクレーターで,できるみたいな <laughs> うん。<laughs> いや僕ねここに至るまでにね。うん こうよくやっぱさ、うん、中学とかの高校とかの時にありがちな、うん、人が聴いてない音楽を聴きたいみたいなあーあ,あったねそれよく黒歴史扱いされるじゃないですか、うん、よく一般的には中二病とか高二病つって、うん、僕その時期あったからこそこれがあると思うんだよああ確かにね そう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 いやだからその確かにそ,それその中学とか高校で人が聞いてないのが聞きたいっつって、うん、それを聞いてて聞いてあんまり理解しないまんま、うん、次のステージ上がっちゃったら、うん、それは確かにただの黒歴史になっちゃうと思うんだけど、うん、僕その時その時でちゃんと理解した上で、うん、引き継いで全部荷物持ってきちゃってるから <laughs> 大荷物よねもう今そうもう今や大荷物だから <laughs>、うん。 だから意外とそのなんていうの黒歴史になりきらずに来てんのかなと思うんですけどん助かる、ね、助かる、ね、えっ匠君のさうんその音楽的ルーツって何よそれがあんま僕見えてこないんだよね君じゃあそのもちろんそのなんていうのこのリミックス結成のきっかけになった「ラルク」とかはあると思うんだけど「そのラルク」以前うんラルク以前か「ラルク」以前何聴いてあれがいつかね中学2年とか えっと11年の曲だから「グッドラックマイウェイがそうだね12ぐらいや10年前だよもうあやばいねミックス10周年ですよ何もしないであそうなるか何もしないで何もしないで10周年ですよえ何聞いてたっけなスキャンダルかな僕のさ勝手なイメージだけどさなんかこう君ってその 僕とリミックス組んで、うん、じゃあ本格的に音楽始めるので、うん、音楽これから集中して聴きましょうやっていう時期に入る以前って何、うん、かこう特定のアーティストっていうより、うん、好きな作品のタイアップとかそういうのを好んで聴いてるようなイメージがああいや別に特に何も気にせず<ん>好きな音楽を好きな音楽を聞いてる、まあ、今もそうやけどねアーティスト <laughs>、うん、特定のアーティストとかじゃなくて、うん この曲好きで聴くみたいな。アバリルラビン好きなイメジャージある。アバリルラビンあアバリルラビンアバリルラビンアバリルラビン誰誰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 しかいなくねいや誰誰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 誰 めっちゃ好きって言ってたよな。アビーの C.D. アルバムが一番最初に買った曲なんよね、俺。へえ、そうなんだ。うん。アビーかそしたら。急に洋楽はから始まったんだ。うん。バチバチな。アビー好きや、今も好きやもんね、うん。僕のルーツって何なんのかな？前にその。 初めて買ったシリーとかの話はしたと思うんだけど初めて買った初めて買った今日甘神がすごいね初めて今日口開いてないね僕ね、うん、初めて買ったシリーの話とかはまあ、うん、したような気がするけどあダンゴ三兄弟とかうん、うん、ガクトの小悪魔イベントとかナイトメアとかそうん音楽的ルーツでいうとやっぱね、うん、僕あのー、親のお腹の中に入ってた時からうん ハウンドドッグとかボーイとか矢沢永吉とかレベッカとかパーソンズとか80年代ロックが多かったんで長渕とかねあれでしょう中の中にんかスピースピーカーも内蔵されとったやろ大凶って言葉知ってる大凶って言葉君知ってるそれが進化したんでしょランブ専用スピーカー すげーもう音楽するために生まれてきてんじゃん高音質サラザ運動なんちゃらみたいなお笑い芸人とか声優目指してた時期僕バカみたいじゃん <laughs> 鼻から音楽目指せやって話になるじゃんそれお前何やってんのって神様からねお笑い漫才師目指して何やってんのみたいな声優目指すってお前本気みたいな。 何のために大響のためにスピーカーお腹の中に内蔵してたのみたいな <laughs> 内蔵してやったの誰だお前って内蔵にスピーカーを内蔵っつってねはいということでね <laughs> さあ今日もやってまいりましたラジオ快電波もう後半16分過ぎてますけどね <laughs> 後半16分ぐらいも過ぎてますけどね <laughs> いきなり始まりましたね。<laughs> ここからね。仕切り直しですね。仕切り直しですか？<laughs> そうですか。<laughs> まあその辺もね。あの胎教で聴いてた。音楽とかも。もちろんルーツにはなってると思うんだけど、うん、今でも大好きだしね。全部ね。うん、でもね、あのー、初めてこの曲好きってを意識的に思ったのが、うん、あの4歳ぐらいの時に母親の車で流れてた島田。島田に瞳島田に瞳の。<laughs> あ あのいや違うのあまた口開いてなくてさ、うん、島谷瞳をさ「島谷瞳って言われてさ <laughs> 一回ちょっと口つぐんだら、うん「島谷」「島谷仁瞳のね、うんあの「ゲート3」ってアルバムがあって<ー>でその中の特にね「<っ>あのペルセウス」って曲と「うん、太陽の罠」っていう曲。へ、えー、かっこいい。 がねめっちゃいやほんとかっこいい曲だから聴いてほしいんだけど、うん、このね2曲がねめっちゃ好きって言ってた記憶がある、うん、そうあのー、当時さ、うん、なんだっけバケギャモンってやつ覚えてないうわなんか名前だけ覚えとアニメ「バケギャモン」とかさあとあの「ワンピースのさキャラクターとかがあのゲームバドマンズのソフトで、うん、オールスターで戦うみたいなゲームあああったあった あったよねワンピースバキギャモン」とあとなんかもう一作品二作品ぐらいあって「戦う」みたいな「ジャンプヒーローズ」的なそう的なそれがもしアニメになったらこんなオープニングみたいなのその曲でよく妄想してた当時からオタクですね結構こう考えたら4歳にして開いてますねねねもう開いてるがだにそういうマッド僕大好きだからねあそう クラウドマッド結構何本かこの前 LINE で送ったじゃんああよかったよかったあれあのまさかのあのあれ見た君の推しキャラの文あそっち見てねそっち見なさいよそっちを見なさいよ声優あ君だたあれでしょあの声優ドリームそうそうまさかのグレーやったのあれちょよかったでしょテレビにひさしが映ってるさニコ動でねあるんでぜひ探してみてほしいんですけど おばあちゃんのための曲よね。そう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 。拓ううう郎のね。うん。おばあちゃん、あれ、お母さんのための曲じゃなくったっけ。お母さん、え、君、おばあちゃんって言ってたよ。それはあれだね。あのー、君と見た海。うんあ。君、君が見つめる海だっけ。見つめた海だっけ。君と夏の終わり、将来の夢。大きな希望。忘れない。うん。 僕がさ、うん、ふざけて歌ってるときさ、うん、君本当にボーカルみたいな歌唱力ならない <laughs> <laughs>、うん、必要以上に音を外すよ <laughs> ゴ,ミゴミみたいな <laughs> 真剣に歌ってるときとの差がすごい存在価値さら疑われるね死にます <laughs> 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 これ言っときゃ外さねえからなこいつ <laughs> これを適度に言っとけばこいつ外さねえからな <laughs> 安いもんだぜ <laughs> 死にこの「死にます」ももしかしたら伏線かもしれないから「死ぬ伏線 <laughs> <laughs> あ」あいつ本当に死にやがったみたいな <laughs> やめて <laughs> いやでもね僕真剣な話ね、うん、40歳まで生きれる気がしてない <laughs> そんなに、うん、何がんいや多分ね訳、うん、もなく急にパタンって死ぬと思う ああ、解剖しても死んが全く分かりませんみたいな <laughs> なんでみたいな、うん、そういう意味で伝説になるかもしれない死 <laughs> 因 <laughs> 不明みたいな、うん、謎の死を遂げたそう謎の会心 <laughs>、うん、その時にやっと回電波完成するから <laughs> <laughs> ダンスの一生をかけた回復戦君が一人で、うん、あの乱舞が死にましたって うんうん、言ってる時に後ろで僕の声がなぜか聞こえる一番怖えそれで「回電波」が完成するから<笑><笑>俺が一番怖えいよあとで「はあアーカイブ上げるか最後のアーカイブ」っつって上げるのに確認で聞いてたら「うんうん、あれ?」っな怖え<い>なんでうん、うん、あのうるさい笑い声が聞こえるん, <laughs> <laughs> なんか画面にノイズがバーでて走ってるブソブソブソブ,ソブソ ピンク色のスヌーピーが出てスヌーピー <laughs> <ボン> <laughs> 怖いデータ焼き捨てろ <laughs> その時はもうデータを焼き捨てろピンクスヌーピーが <laughs> 冥界から入れた冥界から入れた,入れた <laughs> デュエルマスターズのフーバーテキストが冥界より入れしスヌーピー <laughs> 13マナ <laughs> 結構強いやつ,結構強いやつ <laughs> スーパーアレアにありがちなやつ <laughs> すげえわ、もう、とえ、それ。デュエマと遊戯王やってたね。や、言ったよ。君、あんまカードゲームのイメージないけど、やってたもんね。うん、デュエマやりよった。デュエマやってたもんね。うん、何デッキ使ってた?。私は何、何や。<laughs> <私> <laughs> 君、なんで今日ちょいちょい、一人称崩壊すんの? <laughs> た。え、私、何デッキでしたっけ?。デュエルマスターズお嬢様じゃん。<laughs> <laughs> <laughs> カードゲームアニメに必ず一人はいるお嬢様カードゲームプレイヤーじゃん<や>金に物を言わせたデッキ組む <laughs> <laughs> でも俺ね、うん、結構友達からもらったやつやったよねうん,うん、うん、もらったやつやった時何やったか覚えてね <laughs> <laughs> 自分で組んだ苦労とかがないからさ僕ねいまだに覚えてるよ、うん、あのフェアリーデッキ、はい ああフェアリー違うよ。妖精タイプの。ああ貴族性そうそうそう。貴族性。自然な。自然文明な。貴族性自然文明のね文明だ文明。やつが多いやつね。 当時さ僕一番やっぱ前何回か話してるけど一番オタクしてた時期だったじゃん、うん、小学生高学年から中学生前半って、うん、その時期だったからとにかくカードゲームするのも可愛いキャラが使いたいっつって、うん、もうええなキャラクターがっつって、うん、でやっぱそれが一番多いのがそのフェアリー、うん、でそれを好んで使ってたねでやっぱさその中学生とかさ小学生高学年ってさ普通男子のカードゲームあってみんなあのドラゴンとか。 あとかっこいいなんかこうデーモンコマンドとかエンジェルコマンドとかあの辺使いたがってたから結構僕のフェアリーデッキってなめられてたのそこまでその強キャラっていうのがいないからこいつおいしいペロペロペロそう骨の髄までしゃぶったりペロペロペロこいつなめていいペロ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 十ロ十ロ10 10よしゃぶっとったんかいやだからあの軽く戦場のおやつ的な ふ、うん、に見られてたわけよ、うん、やっぱそのパワーが強いモンスターもいないから、うん、ただフェアリーって何が強いかって速攻がすごいのよう、ね、もう3ターンぐらいでクリーチャーワーって並べられるみたいなあか。そうそうそうでやっぱこうドラゴンデッキとかそういう中学生とか小学生高学年が好むようなデッキっていうのは大型。 クリーチャーを核に置いてそれのためにお膳立てして出して攻めるっていう出来のね出して攻めるねそう出してパンパンパンドピューな僕ねあんまね君と比べてねそこまで下ネタ言い慣れてないから申し訳ないけど雑になるのよどうしても下ネタ言うとだからそいつらがそれを揃える前に全部片付けちゃうのねなるほどね 特にさそののなんていうの僕のはちゃんともうコンセプトで組まれてたデッキだったから、うん、こういう場面ではこうするこういう場面ではこうするっていうのが論理的にもう組まれてたデッキだったわけ、うん、で一方でそういうその他のプレイヤー同級生のプレイヤーっていうのは、うん、とにかくもうよ,よく言う僕が考えた最強のデッキ状態でコンセプトがないから、うん、強いやつを入れとけみたいな、ね、そうもうやりたいようだよ、うん、やりたいィ、ね、うやりだよー。<laughs> <laughs> ランコオパーティー。ランコオパーティー。ランコパーティー。ラン <laughs> パーティーですわ。ランコお嬢様がちょっと出てきちゃいましたけど <laughs>。<laughs> 韓国人女優ランコ。ランコお嬢様が出てきちゃいましたね <laughs> <laughs> <laughs>、うん。<laughs> だから僕に下ネタ言わせると全部雑になるのよ。なるの,、ね、あの今までのさ、うん、僕の下ネタファッと思い出してみ。 うん、全部雑書、うん、<laughs> 言わせるなよ <laughs> 振るな君が言うのはね君言い慣れてるからポン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 もうあのー、ご飯食べるように出るけど、うん、え息を吸ったり <ご飯 S 1> 吐くようにご食べるように出るごめん間違えた息をするように出るけど <laughs> ご飯出してないぞ僕もぐもぐおいもぐもぐおい <laughs> <laughs> えー、いやだからね、うん、意外とその結構勝率としては良かったっすねなのデッキあそうなってねうんいやだからこうあのー、なんていうの、うん、白王デッキとかあったじゃん白<王>売られてる分でうんあのあれよ「ヘブンズゲート」で「シリウス」2対召喚つってあめっちゃうざいやつかあのブロッカーいっぱいの。 シス強かったもんねそのデッキと一回僕やり合ったんだけどやっぱブロッカーの数すげえわけでこっちのさクリーチャーってさ全部そのパワー弱いからどうしても打ち負けちゃうのブロッカーに最終的にね長期戦になってで普通フェアリーデッキって長期戦になったら確実に負けんのよパワーねえからだけどさ最終的にどうなったかってブロッカーって12体ぐらい並んでんのね大体シールド0枚よ それをカコつけてさ、うん、僕あのクリーチャー15体ぐらい並べてさえ、うん、数の暴力で勝った勝て <laughs> たね <laughs> その黒すぎやってやつクリーチャーに装備できる装備,、ね装備うん、それでブロッカーンできるやつを置いといて、うん そのブロッカーにできるクロスギアってそのブロッカーにしてるやつが得られたら次のやつにパッても乗り移ることができるクロスギだったわけでプラス置いてるだけで全員スレイヤーだからパワーの勝ち負けにかかわらず両方死ぬみたいなあうざいねそれはそれ数の暴力で勝てるうだから相手手出そうにももう手出せないわけ確実に死ぬから手出したクリーチャーが相打ちでだから手出せないまま数バって並べて惜しかった だからね一回とねそのなめられてはいたけど、うん、デッキとしてはかなり強かったっすねふ、うんフェアリーの神髄やな。伏線の話したかったのにデュエマの話だけでもうあと2分切りましたけどね <laughs> <laughs> これが伏線かもしれないデュエマのね、うん、もしかしたら後に僕らがねデュエルマスターズのクリーチャーとして公式のカードになるかもだな <laughs> ピンクのスヌーピー <laughs> ゴーストさん <laughs> 弱いアンコモンじゃんそれアンコモンじゃん攻撃力1弱いよコモンじゃん能力なしレアリティのあれが丸のやつじゃん <laughs> パック出てるとあーってがっかりするやつじゃんあの四角が四つのやつにしてくれスーパーレアに <laughs> 懐かしいねしいあったねあったね あ,あのベリーアがでしょ丸に星でしょ丸星型でくり抜いたやつでしょあの星型のクッキー作った後みたいな <laughs> <laughs> 型でくり抜いた後みたいなあれが憧れたあのなんなんちゃらなんたらたんたら三体があった4体があった,たあゴッドリンクねゴッドリンクの話もしたいんですけどね、うん、もうあと一分切ってるんですよあら <laughs> ということでね あのそそえ,え <laughs> ということでねあの今週の、ね、ラジオ会電波はここまでとうことで、うん、今週結構たわいもない話でねまた終わっていくんですけれどもまたね来週の、ね、月,月曜日じゃね金曜日の月曜日に、ね、金曜日の夜8時からねやっていこうと思いますのでまた改めてひわいな話をね、うん、やっていきますよろしくお願いします <laughs> ということでここまでのお相手ランブと,くみとえ <laughs> え, <laughs> え でしたー <laughs> また来週ホラーで終わってきて。